魔法をかけられた下は、安房直子による児童文学。1971年に岩崎書店より出版。書室は、安房自身もその同人であった、同人誌、海賊第17号に掲載されている。ダブダブの白い服に、白い帽子をかぶって、ポツンと店のカウンターの前に座る少年。名前は陽吉。腕の良い料理人だった父親を一週間前に、 突然なくし、評判のレストランを継がなくてはならなくなってしまった。しかしその実、とんでもない味音痴であった。まずい料理しか出せない店と評判が立ち、父の仲間だった料理人やボーイたちが、次々と店を辞め、一人ぼっちで途方に暮れる陽吉の前に、味の小人が突然現れた。陽吉の父から恩を受けたと名乗る小人は、 口にしたものの味の成分が何から何までわかるように、洋吉の舌に魔法をかける。調理場の地下室から来たという小人は、父のこしらえた料理が地下室にあるから、一生懸命その味を勉強するようにと言い置き、姿を消す。しかし、宇頂店になっていた洋吉は、小人の助言を守らずに、次の日から、たくさんのレストランへと出かけていき、他の店の味を再現することで、 自分の店を流行らせていく。10年が過ぎた頃、ある晩一人の男が陽吉の店にやってきて、自分の店の料理の方がもっと美味しいと言い置いて店を出て行こうとする。陽吉はその男の後をつけ、地下街を進んでいくが、地下街の一番奥のレストランの前で男の姿を見失ってしまう。ここに違いないとそのレストランに入り、サンドイッチを食べた陽吉は、 そのあまりの美味しさにびっくりする。この味を覚えて帰ったら、自分の店もより繁盛するに違いないと気分によく帰る。陽吉だったが、いざサンドイッチの味を再現しようとすると、何が入っていたのか、うまく思い出せない。もう一度地下街のレストランに行こうと出向く。陽吉だったが、地下街のどこを探してもその店を見つけることができず、来る日も来る日も地下街をさまよい歩くことになる。その、 陽吉の前に再び謎の男が姿を見せた。陽吉が男の向かう先を急いで追いかけ、入っていった見覚えのあるレストランの扉を開けると、そこには味の小人が一人立っていた。やっと来てくれましたね。あなたの地下室へと笑う小人に陽吉が辺りを見回すと、そこは確かに陽吉のレストランの地下室であった。 小人との約束を守らずにいた陽吉は、ずっと地下室に足を運ばなかったことを反省するが、父親の味を再現するのは、これからでも遅くはないと、小人は言い残し、いつの間にか陽吉の前から姿を消していた。陽吉腕の良い料理人だった父親が突然亡くなり、父が流行らせていたレストランを受け継ぐことになった少年。味の良し悪しが全くわからず、 美味しい料理を作ることができずに途方に暮れていたが、小人に魔法をかけてもらい、美味しい料理を作ることができるようになる。小人お客が来なくなり、従業員も辞めていったレストランで、困り果てた洋吉の前に突然現れる。調理場の地下からやってきたと言い,い、洋吉の下に味がわかるよう魔法をかける。男味のわかるようになった洋吉が流行らせていた店に、やってきた男。 黒いオーバーの襟を立て、帽子をまぶかに被った謎の風貌。陽吉の作る料理よりもっとうまい料理を、うちの店で作っていると言い置き、去っていく。ありがとうございます。